回していく。メアザフォワードにとって頼れる相棒です。果敢に行く。シュートゴールイン。前半30分、庄司城、この試合のファーストゴールだ。落ち着いて決めました。運んでいった、出します。ヘディング、アルデンリー、パスを出してワルトラップ、ここから出します。さあエメラルド攻撃、上がっていった、狙ってきた、決まった、ゴールです。0対3、庄司城3点差、大量リードを奪いました。メアッツ、高いキック戦に注目です。右足のシュート、ゴール0対4、庄司城成長著しい。スペシャルカーブ、奪われました。ルイス・グスタボ、新たな運動量がチームに活気を与えています。シュートを放った、ゴール2対0、庄司城、選手たちも喜びをあらわにします。マスチェラーノ、アーク、ジョー、自ら突破、決まった、ゴールです。後半41分、庄司城見事2点目を決めてきた。美しいゴールです。横に送ってルイス・グスタボ、ワントラ待っていく、ジョー、シュートを放った、ゴール後半28分、庄司城、すさまじい得点力を見せつける。右から左に攻めます。ピンクのユニフォーム、西欧のトリプルクラウン、エメラルド攻撃、指揮を取るのはサッカー界、このボールがゴール前半9分、庄司城、この男が決めるとチームは乗ってきます。つながりません。出ます、ルイス・グスタボ、ダビッツ、ルイス・グスタボ、右足レッテ、ゴールです。後半29分、庄司城、3点目も決めてきた、ハットトリック達成だ。見せてくれます、得意な右レッテ、決まった。0対5、庄司城、チャンスを確実にものにしました。